こうしてみるとコロニーラムダにも活気が戻ってきたように思えないか。確かに少し前までとは雰囲気が違うみたい。大きな変化ではないかもしれない。だが着実に何かが変わっている。君たちに出会わなければ移ろうこともなく自分たちの殻にこもっていたかもしれない。きっかけが俺たちだったっていうだけさ。イスルギなら自分の力で変わっていけたよ。君たちは優しいな。とはいえ問題が山積みなのは変わらない。少しずつでも片付けていかないとな。気を張りすぎてもうまくいきません。休みを取るのも大切なことかと。休み？しかし休むといっても何をしたらいいか。ここだとつい仕事をしてしまう。自分のところのコロニーにいたらそうなるよね。でもな、俺たちだってそういうことに詳しいわけじゃねえだろ。そういえば何かあるのか太陽。いや眉唾の話かもしれないんだが、以前ノポンの行商人から温泉なるものがあると聞いた。温泉？はい、それは人里離れたところにあり、おいそれと人は近寄れないと。人が近寄れないものがイスルギの休みと何の関係があるんだ？滋養の効果があると言っていた。新陳代謝が活性化し血行が促進されるとも。つまり温泉を手に入れればイスルギも休めるというか回復するっていうこと？最初に言ったが眉唾かもしれない。チラリと聞いた程度だからな。体温。あ、すみません、確証もない話を。そういうのはなかなか燃えるぞ。は？探そうじゃないか、温泉とやろう。私が言うことじゃないけど、あんたなら乗らないと思ってた。そういうことは存外嫌いではない。ただそうだな、君たちの旅を邪魔するつもりはない。それはいいんだけどよ、探すって言ってもどうやってやるんだ？そういうことならシティの人に聞いてみるっていうのはどうだろう。私たちだけで考えるよりいいかもしれないね。みんなありがとう。やるからには全力で探します。軍務長、任せてください。
話したいことがあって。失礼、そこの御仁。なんだなんだ、揃いも揃って年寄りをいじめるつもりか。いや、我々は温泉を探していて。なんだと？温泉を。温泉のことならこのじじいに聞け。聞いてんだよ。そうか、お前たちが温泉を聞き回ってる若造か。このじいさんに聞けば温泉の真髄を知れると思ったんじゃな。若いくせに見上げたやつらだ。嫌いじゃない。温泉について教えてくれるってことかな。どうだろう。温泉について詳しい人は亡くなったとも聞いていたが。あのじじいのざれ事じゃろ。わしは死んどらん。じゃあ温泉のこと教えてくれよ。わしは若い頃温泉巡りをしていた。それはもう巡った4つぐらい巡った。わしが一番好きだったのはノルディル温泉だった。その時のわしは腰を痛めていたのだけども、入ったら一発で回復した。すごかった。珍しいと思ったのは足湯じゃな。足だけつけたのに腰が回復した。すごかった。考えついた先達はきっと天才じゃ。わしは4つしか見つけられんかったがの、隠れた人の噂があってな。きっとそれも腰に。待ってくれ、あんたの腰がどうのってのを聞きたいわけじゃねえ。ん？温泉の場所を知りたいんだ。4つもあるならそこ。もうないんじゃね？え？ないのか。お前たちのような若造が争いだなんだと言って爆破したり埋めたりしたんじゃろ。温泉は地中から湧き出る湯じゃ。そいつが湧かないならしょうがないじゃろ。まあ、掘れば見つかるかもしれんがの。掘るって言われてもな。このご時世
穴掘ってるやつなんかいたら、そりゃもう頭のおかしいやつじゃ。せっかくの情報源だったが、無念だ。落ち込むな、体温。最善を尽くしこの結果なら、しかと受け止めよう。温泉にはたどり着けなかったが、なかなか有意義な時間だったぞ。軍務長。何が軍務長じゃ。わしの話を最後まで聞け。わしが見つけられなかった人がある。いや、厳密に言えばあるかもしれない。本当かよ。わしがまだ若かった頃に聞いた噂じゃ。信憑性は高くないかもしれんが、ブラス熱戦地帯にそいつがあるとな。中も外もモンスターがひしめいていて、わしはついぞたどり着けんかった。望みはまだあるというわけか。昔からそこに挑んだ奴らは多くいたが、皆帰らぬ人となった。それほど危険な場所じゃ。あるかもしれんがないかもしれん。だからおすすめはできんの。いいじゃねえかな、イスルギ。確かにな、あるかもしれない、だがないかもしれない。不確定要素が多ければ多いほど燃える。変わってんな。無駄足かもしれないんだぜ。未知なるものを追い求めることがここまで熱くなれるとは思わなかった。ほほ、その状態で温泉に浸かったら焼け死んでしまうかもしれんの。ふん、気をつけるとしよう。どうもありがとう。おっと、そうじゃ、伝え忘れていたことがあった。ん？温泉の入り方じゃ。どれ、耳を貸してみろ。これが温泉って、どでかい風呂じゃねえか。見た目だけで判断するな。効能があると言っていただろう。湯気がすごいね。この湯熱いのかな。待て、何かいる。やはりここにも先客がいるようだな。みんな構えて。クラッシュアウト。先客とはいえ攻撃してくるのなら容赦はしない。エアファイト。トバたち物足らねえな。気合が入ってるな。ラストエッジ、ビッグインパクト。これでどう。天竜引きつけられねえ。こっちに来やがれ。クラッシュアウト。クラッシュブラスト。激音と力を感じる。いい感じだね。無茶を押し通してやるぜ。待ってろ、今回復する。ワイドスラッシュ。よそ見はさせねえ。俺を見てな。やってやろうぜ。力ならいける。力を感じるぜ。何、無理を俺様押し通してやるぜ。やろう。いつでもいける。知らぬい。クラッシュアウト。私の調子がいいよな。なんだやったら温泉で回復していないと。勝手に来やがれ。温泉の炎は本当だったのか。発表所をついた。引きつけられねえ。こっちを見て、ありがとう。こっちに来やがれ。崩す。この程度、イオエナミ。攻撃を計画する。引きつけられねえ。激怒。スラストエッジ。やったー。ストレッド。まず今の全力でいける。私たちの力、見せつけよう。崩す。これでどう。攻撃を継続。負けるような気がいくぜ。レッツカバッチやらせ。もっといけるか。もっと戦える気でいくよ。止められると思うな。やるよ、ラッツ。あとはお願いを任せろ。すっごく燃えてる。すよ。なんだ。止まって。引き惚れろ。飛んで。もちろんね、私たち。戦術の真髄を見せた。ここで決める。決めばないぞ。突
き進む。はぁー、せよ。あいつら、すぐ回復しやがって。あれが温泉の効能だというのか。どっちでもいいよ、これで温泉に入れんだろ。え、でも。よし、イスルギー、約束通り放り込んでやるぜ。ま、待て、私はそんな約束は。な、君たち、なんてことを。グム長、ご無事ですか。ば、驚きのあまり心臓が止まるかと思ったが、大事ない。あのじいさんも言ってただろ、誰もいなけりゃ飛び込むのがマナーだって。だからといって。しかし、この湯は確かに。どういう感じなんだ。暖かくて気持ちがいいな。だからそれ風呂じゃねえか。見ろ、傷がみるみるうちに塞がっていく。へえ、あの人が言っていたのもあながち間違いではなさそうだね。ああ、入ってしまうと抜け出せなくなりそうだ。それじゃあ俺も。おい、どうしたんだよ、みんなも入れよ。え？これは体の隅々まで回復していくのを感じる。君たちもどうだ、悪くないぞ。しかし。生き返るぜ。ま、俺は死んでねえけどよ。その服脱ぐんだよね。ああ、あの人はそれが温泉の正しい入り方だって。でも、あの、ここで。おいおい、やぼったいこと言ってねえで、早く入れよ。冷めちまったらどうすんだ。戦いで傷ついた体を癒すのにうってつけだぞ。ああ、しかし、軍務長。仕方がない男だ。ユニ、彼を蹴落としてやってくれ。よし、来た。ちょっと待ってくれ、ユニ。僕はまだ入るとは。くそ、どうして僕がこんな目に。体温、何事も経験だ。温泉は悪くなかっただろう。まあそれはそうですが。確かに入ってみりゃ悪くなかったな。うん、疲れはすっかりなくなったね。いい休暇になったか。ああ、君たちのおかげで心にゆとりができたような気がするよ。コロニーのためと思っていたが、だいぶこの体に無理をさせていたようだ。来た甲斐があったね。文化を楽しむというのは心に余裕があってこそだ。考えを改めさせられたよ。いずれはコロニーの皆を連れてここに来よう。みんなで入れるといいけどよ、これぐらいの大きさなら順番待ちで列ができちまう。そうなれば穴を掘るさ。新しい温泉が見つかるようにな。本気なの？争いがなくなり皆にゆとりができれば本気で考えてもいいかもしれないな。採掘に慣れた我々からしてみれば穴を掘るぐらい造作もないさ。いや待てよ、掘ることで温泉を多く見つければ他のコロニーのものを入れて。おいおい、すっかり温泉に取り憑かれたみたいだな。イスルギ軍務長はこういう時の方がずっと強い人だ。それならよかったね、太陽。ああ、きっとこれからも僕たちの力になってくれる。さあ行こう、次の目的のために。